はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソ外役実況者リュウです。さあ本日なんですが、皆さんお待たせしました、ウィジャバンデッキ作ってきたんでご紹介していきたいなと思っております。まあ一応ネタデッキの枠ではあると思うんですけど、ちゃんと勝てるようにランク戦とかやってもワンチャン勝てるように組んできました。ちなみにティアは8億です。はい、どういう風にね動かしていくかっていうのをちょっと説明していこうかなと思うんですが、理想展開ですね。理想展開、あのね、盤面をロックしたいんですよ。とにかく盤面をロックして、であとはもうビジャバンの効果で、あの死のメッセージカードをね置いて、でこの死のメッセージカードで特殊勝利をしたいっていうことなんですけれども、まずビジャバンの効果どういう効果持ってるかっていうと、このカードと死のメッセージカード4種類、まあ、要は D、E、A、A、T、H が揃った場合、勝てると、デュエルにね、特殊勝利、まあ、エクゾディアとか、ああいう系のカードと一緒で、特殊勝利ができますと。でただし、これ、自分のエンドフェーズごとに1枚ずつ置いていくっていう、クソ性カードなんですよ。まあ、僕は大好きなんですけど、クソ遅いんですよ、このカード。だから、耐える必要があるんですよ、もう4ターンくらい。4から5ターンくらい自分のターンで数えてね。なんで盤面をロックせざるを得ない。で昔はね、魔衝動っていうフィールド魔法がめっちゃ強かったから、まあ、使ってたんだけど、もうないから、今マスターデュエルにも OCG にもね禁止カードになっちゃってるからないから、まあ、どうやってロックしていくかっていろいろ考えた結果、今日のロック方法はですね、完全最強アストラムを立ててカイザーコロシアムを発動する、またはスキルドレインを発動する、で、ウィジャバン発動しておいて、ダークサンクチュアリを発動しておくっていう盤面に決めました。で、どういう風なロックがかかるかっていうと、まずですね、アストラム君めちゃくちゃ強くて、これ。あ、ちなみにダークネクロフィアとか、カースネクロフィアみたいなモンスターは、マジで使えないんで、抜きました。はい。あんなの入れてたら勝てません。絶対に。はい。これでもギリだから、マジで。これでもギリ ギリ勝てるくらいの。ランク戦とかでね勝てる感じのデッキになってるんですけども、どういう風なねロック性能を持ってるかっていうと、アストラム君がこれめっちゃ強くて、リンク召喚したこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、このカードは相手の効果の対象にならず、相手は、他のモンスターを攻撃対象に選択できないと。だから、まあ、こいつしか殴れないし、そして2番目で戦闘を行う場合、特殊召喚されたモンスターと戦闘を行うダメージ計算時、このカードの攻撃力がダメージ計算時のみその相手のモンスターの打点分アップするっていうことで、めちゃくちゃ強いんですよ。戦闘でも強いし、効果での対象にならないと。で、さらに、こいつを出すときに、マスカレーナっていうモンスターがいるんですけど、これを巻き込んでおくと、効果で破壊されなくなるんで、まあ、実質、戦闘無敵コキュートスみたいなのが爆誕するんですよね。これを出した上で、カイザーコロシアムを発動します。自分のフィールド上に、モンスターが存在する限り、相手はその数より多くなるように自身のフィールドにモンスターを出すことができない。つまり完全耐性アストラムを出した後にカイザーコロシアムを発動すれば、もう相手突破できないぞ、ほとんど。これっす、これ狙っていきますね。これを出していくのには、なんと今現代遊戯王はカードパワーが上がりすぎていまして、1枚で出せます。はい、魔界発原生行きデスガイド1枚あれば完全耐アストラムが出ます。まあ、これのルートはね、1戦目で、対戦中にやってるんで、このルートで辿っていただければいいので、まあ、それをちょっと見ていただければと思うんですが、一応クリッターとかが入ってると、一応完全耐性、マスカレーナは巻き込まないけど、クリッターからでも一応1枚からアストラムがいけるので、まあこの、まあクリッターとデスガイドはガン積みでいいかなっていう。であとダークサンクチュアリっていうカードが、相手の攻撃宣言時になんか自分がコイントスをして、で表だったら攻撃無効にできるっていう、なんかクソ遅延効果持ってるんですよなんでこれを3積みプラスプラネットパスファインダーでサーチできるように3積みプラス、テラフォーミングで1枚プラスメタバースで1枚ということで、ダークサンクチュアリーなんと脅威の8枚耐性となっております。で、ウィジャバン持ってこないとこのデッキ動けないじゃないですか、勝ち方が としてね。なんで、オカルティズムが入ってると。で、あと死の宣告とかごめんのコンボパーツ、スキルドレインとかね、この辺はまあ、金満で謙虚なんですよ。で、引いてこれればいいかなというふうに考えているんですが、まあ、クリッターであとサーチできるね、例えばバトルフェーダーとか、あと真珠のパラディオンとかが入ってる感じで、まあ、真珠のパラディオンはね、展開に使っていくんですけど、アストラムの。これ、何がやばいかっていうと、このデッキ、クソ UR 多いんですよ、デッキの中、なんかその、まあ、デスガードとか、
そのオカルティズムとかサンクチュアリとか、 なんかめちゃくちゃ UR 多いんですけど、この UR がなんとね入手方法ねマスターパックしかないんですよ。だから貴重な UR をこのダークオカルティズムとかそのサンクチュアリもそうなんですけど、マスターパックにしか入ってないんですけど、これをダークサンクチュアリとかそのオカルティズムに貴重な UR 玉を割かなければならない。やばくないですかこれ。誰が作んねんっていうね。ガチで俺しか作んないんじゃねと思ってるんですけど、このゲームでウィジャ版なんて、まあ、あの今日はねこの魂のウィジャ版をかましていきたいというふうに考えております。先に断っておきますが、一戦が長すぎて2戦目3戦目を入れる余裕がありませんでしたので、一戦魂の一戦だけご覧ください、はい。で、入ってるカード一応全部、説明していくんですが、バトルフェーダー、オライオン、クリッター、デスガイド、シーアーカイバー、パラディオン、パスファインダー、ラバゴ。ラバゴはちなみにあのオカルティズムでね差し上げますんで、まあ、本当はトーチゴレムとか入ってれば強かったんですけどね、禁止になっちゃってるんですよね。でテラフォ、オカルティズム、金剣、それからダークサンクチュアリー、白メッセージ EATH で、カイザーコロシアム、メタバース、ウィジャバン、スキルドレイン3、それから死の宣告という感じですね。でエクストラが、次元航路オクトバイパス、リンクスパイダー、リンクリボー、アルミラージ、ケリビーニ、パリファイバー、トロイメアフェニックス、魔界のケイラがデスポリス。あ、これね、これキーカードで、これデスガイド1体から作れるんですけど、これ自身をリリース、まあ、自身じゃなくてもいいんだけど、モンスターを自分のフィールド上のモンスターをリリースすると、フィールドの表表示のカードをなんかそのケイラカウンターとかいう謎のカウンターを置いて戦闘効果で破壊される場合、代わりにそのケイラカウンターを取り除くっていう破壊耐性を付与できるんですよ。だからケイラカウンターをウィジャバンとかカイザークロシアムに置くっていうカスみたいな戦術をします。なので入ってます。でマスカレーナ、デイコロトーカー、トロイミアユニコーン、アストラム、アクセスコロトーカーという感じになってますね。この辺多分使わないんですけど、アストラムぐらいしか使わないんですけど、まあ一応入ってますみたいな感じですね。エクストラはまあ調整していただいてもいいと思います。はい、まあ、真似する人いないと思いますけどね、このデッキで。僕って、まあ、デュエルリンクスってゲーム結構ずっと実況していたんですが、外役実況者として有名なんですよ。はい、マスターデュエル版外役デッキ第1号はこれです。今日は闇のゲームでね、相手にデスの5文字をお見舞いしていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお見舞いしてやるぜ、お前にデスの5文字をよ。あ、ハンドつけ、魔界発原生行きデスガイドを召喚。デスガイドの効果発動。デスガイドの効果によりデッキからクリッターを特殊召喚。そしてレベル3のモンスターが2体でリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン。ちなみに我がウィジャ版は令和のウィジャ版だ。つまりクソみたいなダークネクロフィアとかカースネクロフィアなんていうモンスターは入っていない。リンクモンスターで攻めていくぜ。まあ攻めはしないんだが、ケルベリーの効果を発動。デッキからレベル3のモンスターをポーチに叩き落とすことができる。そしてあ、はい、パラディオンの効果はリンク先に特殊召喚ができる効果。そしてシーアーカイバーはリンク先にモンスターが特殊召喚されると墓地から蘇る効果。そして効果モンスターが2体でをリンクマーカーにセット。2体でってのがシンクロ召喚みたいに言っちゃうみたいなのがありますよね、はい、ないですか、すいませんでした。さあこれで IP マスカレーナちゃんをリンク召喚。そしてこの2体のモンスターでさらにリンクマーカーにセットしていく。さあきっとコンバインあらあろ、ジャックライズ、パラディオン、アストラム。このモンスターは IP マスカレーの素材にした場合効果では破壊されず、そして自身のモンスター効果により、効果の対象にならず戦闘をする場合めっちゃ強い語彙力。さあウィジャマンを手札に加えていくぜ。そしてもう使わねえ金満で謙虚なツボを発動。金満で謙虚なツボにやる。あとはロックカードを引くだけや。これ反応強かったな結構。あとねロックカードをですね引くだけなんですよ。もう、ね、使わないモンスターを全部除外しましょう。リンクリボーはねバトルフェイダーのために取っていきましょうね。これですね。こうして、うん、これいらないな。いいかこれで。こうしてでデッキトップ6枚を見てその中に、おっとスキルドレインが来た。おっとスキルドレインは強いんじゃないか。ちょっと待って、カイザーコロシアムが欲しい、できれば。あーなるほど、バトルフェーダーいらないな。スキルドレインか、さすがにスキルドレイン。スキルドレインを手札に加えさせてもらうぜ。
そして、うん、デッキトップは操作させてもらう。そしてフィールド魔法ダークサンクチュアリを発動。カードを1枚こちらにセット、そしてこちらにセット。さあお前のターンだ、ターン終了。ジャックナイスパラディオンアストラムは今 戦闘ではなんかダメージ計算値なんか打点が上がるっていう効果があってめっちゃ強いっていうのと、効果では破壊されず効果の対象にならないという効果を持っている。めちゃめちゃに強いスピードロイド。何スピードロイドか。さあゲームが闇のゲームの始まりだぜ。メンコートいいだろ。とりあえずスキルドレインで分からせよ。ちなみにスキルドレインが発動するとあのアストラム君の効果もなくなっちゃうんで効果の対象になっちゃうし、だっけ、戦闘では無敵みたいなのなんないんですけど、それよりもやっぱりスキルドレインで相手の効果を無効にするのが強いみたいなとこありますよね。これなんかヤバそうじゃね。なんかヤバそう。スキルドレインしとく。ドレインしとこ。スキルドレインの効果を発動。スキルドレインは1000ライフ払ってフィールド上の効果モンスターの効果が全て無効化される。よし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 。止まれ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 。こいつは何する人や、全然わからん。とりあえずもう3000盾は抜けないだろ。あいつは効果は無効になっている。フィールド上のモンスターの、まあ、手札とか墓地では効果を発動させてしまうが、エンドフェイズ何ターン終了時ビジャバンの効果はどう。ビジャバンの効果により死のメッセージカードをデッキから置くことができる。EATH の順番でな。さあお前の命はあと3ターン。さあ俺のターン、ドロー。つえーつえーカイザークロシアムを発動。自分のフィールド上にモンスターが存在する場合、相手はそれよりも多くモンスターを展開することができない。これによって相手はもうモンスターを出すことさえ許されない。死のメッセージは置かせてもらうぜ。あ、ちなみにこの次のターンからあのモンスターゾーンに置かないといけなくなっちゃうんで、よあーうぜえ、だるい。これ来てんの、これ来てんのだるいな。あなこれ、あーオカルティズムか。これワンドローしよっか、ワンドローしてよっか、一応ワンドローしてよっか。いや早いかな。まあでも一応押しとくか。次 T だからこう手札から出てくるのめっちゃ弱いですよね。だから、T 戻しましょう。このカードをゲームが味わいし、メッセージカードをデッキに戻してカードを1枚取ろう。おっとクリッター強いな。クリッター強いが、ちょ残念ながらクリッター1枚ではあのデスポリスに繋がんないんで、ちょっと一旦このカイザーコロシアムとかいう最強カードで分からしていきましょう。よし盤面6。なんだこれ、効果無効だ。効果は無効なんだよ。フィールドの効果、フィールドモンスターの効果は無効なんだよ。さあ T、 死のメッセージ T を、これはもう特殊召喚せざるを得ない。煽りの攻撃落ち、ブルン。よし、お前の命はあと1ターン。ちなみに一応あと1体モンスターを展開することはあげできるが、これでただし2体出したところで何ができる。ちょっと一回殴っとくか。一応あいつ、ちょ効果知らんけどあいつ殴っとくわ。分からんけど、はい、どうせ展開されるんだったらちょっと一回残さない方がいいみたいな話あるから。よし、そして俺はターンを終了する。ちなみにダークサンクチュアリは相手が攻撃してきた時に、その攻撃を俺がコイントスが表になれば無効にし、攻撃力の半分のダメージを相手のライフに与えるという非常に闇のゲームにふさわしい効果を持っている。ふん、勝ったな。ヒデショット、あそれ。自分の墓地のスピードロイドモンスターを2体まで除外した数だけフィードロマカードを対象としてそのカード何やめろやめろ、何してんだお前何してんだ、何してくれてんだ、許さねえ、マジでガチで許さん。うわーってかダークオーカルティズム使ったらマジでこれ痛いな。許さねえ、マジでガチで許さん。いやただもうカイザーコロシアムは結構辛いはずだ。こいつの効果なんだ。カイザーコロシアムは結構辛いはずだぞ。相手んリーダーシーとか誰やねんお前。あースピードロイドを加えるやつですか。ごめんなさい、スピードロイドあまり詳しくなくてすいません。ちょっと今度組んでおきます。エンドフェイズ。頼むダークオカルティズム。あデスガイド、デスガイド来たか。デスガイド来たのだったらちょっと一回オカルティズム守っとくか、カイザーコロシアム守っとくか、カイザーコロシアム守っとくか。デスガイドの効果を発動し、デッキからクリッターを特殊召喚していって、
そして闇属性モンスター2体でリンク召喚、なんかポリスマン出してきます。ポリスマンを特殊召喚。ポリスマンは闇属性モンスターをのみを使いとし、あ、クリッターのことですね、クリッターのことでもう一回デスガイドを持ってきておくと。そして、デスポリスの効果によってこのカードをリリースし、俺はカイザーゴロシアムだな、これ。カイザーゴロシアムは効果では破壊してなくなった頃で、お前のヒデンショットは一回耐えさせてもらう。ただちょっとやばいのはあれですね、あの、ダークサンクチュアリが破壊されるパターンが一番やばいですね。まあ一応サージできるから、まあなんとかなると思う。メタバースも入ってるし、あのプラネットパスファインダーも入ってるんでね。さあダークサンクチュアリの効果でお前の攻撃は無効になり、お前の攻撃力の半分のダメージをお前のライフに与える。ちょっと待って、オカル、ちょっと待って、ちょ、ウィジャー版で貸したいの俺、ちょ、ウィジャー版で貸したい、ちょ、オカルティズム来よ、オカルティズム、神ゲーやった、神ゲーやったわ、神ゲーすぎた。ダークオカルティズムの効果を発動、ダークオカルティズムの効果により、カイザーコロシアムを墓地に送り、俺は、デッキよりウィジャー版を手札に加えさせてもらうぜ。オカルティズムはちょっと、すぐ使えないんで、めちゃくちゃでも落ちてるの、強いな。これ、次のエンドフェーズ発動しちゃダメだ。絶対にこれね、手札デッキからしか死のメッセージカード置けないの、バグってるんですよね。死のメッセージカードは、手札墓地からし、手札デッキからなんで墓地から置けないんですよ。なんでちょっとオカルティズムで戻すしかない。オカルティズムは、墓地オカルティズムじゃなければ、墓地から、オカルティズムを除外すると、はいはい、ダークサンクチュアリの効果でお前の攻撃は無効にさせてもらう。うおー、よし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 。そして俺のターンになって、これエンドフェーズ発動するとね、あの種のメッセージカードを置けなくて意味わかんないことになるんで、ちょっとオカルティズムを発動してからっていう、クソ遅え、このデッキマジ遅え。バトルフェイダー来た、天才。俺はダークオカルティズムの効果を発動、ダークオカルティズムの効果により、このカードをゲームから除外し、墓地に存在するウィジャ版と死のメッセージカードをめちゃくちゃいっぱいデッキに戻したことによって、戻した数だけドローをすることができる。なんて強いんだ、なんて強い効果。これで死の宣告引け、フルン。あー弱いな、これは弱いな。まあ、とりあえず俺は魔界発原生デスガイドを召喚し、デスガイドの効果を発動、デスガイドの効果により、クリッターを特殊召喚、そして闇属性モンスター2体でリンク召喚。現れよ2体目の、これデスポリス3枚いるな、これデスポリス3枚いるわ。魔界のケイラがデスポリスをリンク召喚、そしてクリッターの効果によりさらなるモンスターを手札に加えさせてもらう。ふん。そして、ウィジャバンの効果を発動、ウィジャバンの効果、そしてさらに魔界のケイラがデスポリスを自身をリリースすることによりウィジャワンは守らせてもらうぜ。これで俺のカイザーコロシアムとウィジャワンは一度ずつ効果では破壊されない。つまりハーピーの羽暴挙を食らっても大丈夫ってことよ。ヒズンショットでも大丈夫。よし、勝った、完全に。あとは俺はターンを稼ぐだけだ。スキルドレインもセットしておいた。相手は完全に積んでると言っていい。バトル？いいだろ。さあ、ダークサンクチュアリの効果で攻撃を無効にさせてもらうぜ。ピロー。死のメッセージカードにより再び俺は E のカードをデッキから置かせてもらうぜ。ピロン。さあお前の命はあと3ターン、お前の命はあと3ターン。これが俺のファンサービスだ、これが俺のファンサービス。君も僕のファンになったかな、君も僕の、君も僕のファンになったかな。うわ、ミスった、やばい、プラネットパスはやばい、ミスった、やばいやばいやばい、ちょっと待って、プラネットパス、いやもうない、ダークサンクチュアリがまずい、ミスった、待て待て待て、ちょっとどうしたらいい、分かった、これ分かった分かった分かった、アルミラージュ出すまいんだ、アルミラージュを出していくぜ、アルミラージュを出して、モンスターが増えてはあいつが展開できてしまうからやばい。ちょっと完全にプレミしたが、もうしょうがねえ、エンドフェイズ、もうこいつの効果使おう、アルミラージュの効果で自身のアストラムを効果では破壊されなくさせるぜ。これ相手なんでよかったせいだけど、まあいいや。さあこれでの完全ロック、カイザーコロシアムの効果によりお前はモンスターを展開することはできない。そしてフィールド上のカードのモンスターの効果はスキルドレインで無効になる。
これね、ちょっと補足なんですけど、一応ですね、魔衝動っていう最強のフィールド魔法があった時はめっちゃ強かったんですよね。あの時めっちゃ強かったんですけどさ、ダークサンクチュアリの効果、うおー、来いよ、思ってなー俺のターン。さあ、A のメッセージカードはフィールド上に置かせてもらうぜ。特殊召喚はしない。なぜかってカイザークロシアムのロックが解除されてしまうかもしれないからさ。さあ、お前のターンだ、つけ者。大丈夫か、息してるか。じゃあ、置けねえ、ちょ、置けねえ、もう置けねえわ、ちょ、置けねえんだけど、しゃあないな。これでエンドフェーズに行かざるを得ねえ、エンドフェーズに行かざるを得ねえ。さあ、どうする。ビジャバンは効果では破壊されず、カイザークロシアも効果では破壊されない。これあれだな。さあ、ダークサンクチュアリの効果、ダークサンクチュアリの効果で攻撃は何、自爆特攻を許してしまった。まずい。これで相手はモンスターを展開することができるようになってしまう。まずいな、非常にまずい。あ、インドペガサスアットイグニスタな、それ。あ、なそれ、うわなに、なに、俺のカイザー殺しちゃうか、バカな、バカな、やばいぞ、ウィン、やばいやばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、やばい、ちょっと想定外のこと起きた。ちょ、そんな効果あんの、そいつ。やばいんだけど。やばいやばいやばい、カイザークロシアムだからとロック性能がだいぶ落ちる。ベイコマックス、なに、やばいやばいやばい。ちょ、これスキルドレインでしょ、スキルドレイン発動。スキルドレインの効果により、1000ライフポイントを支払い、フィールド上で発動するモンスターの効果は無効になる。これによって、ベイコマックスの効果は無効。止まれ止まれ止まれ、止まってくれ、頼む、止まってくれ。まずい。ちょ、まず死の宣告ってさ、これさ、いつ発動できるの。もうすぐ発動できる。これ相手のエンドフェーズに手置いて、で相手のドロフェで死の宣告打って H 置いたら勝てるよこれ。ちょ、わからん、勝てないのかなこれ。ちょっとわかんないっす、これ死の宣告の最低になってるんですか。コナミさん、ちょ、コナミさん教えてください。だいぶ考えているようだな。まだでエンドフェーズ、よし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 、これはモンスターゾーンに置こう。モン特殊召喚するで。ただしダークサンクチュアリの効果により、主のメッセージカードをモンスターゾーンに特殊召喚することができる。そして俺のターン、ドロー。カイザー殺しちゃう、来た。いや、でもこれ死の宣告でいい、これ死の宣告で。え、これさ、なんかさ、こいつ墓地を食ったらさ、死のメッセージカード置けんだって。これ勝てんじゃないこれ、ドローフェーズで。これドロフェで勝てるよこれ、もしかして。俺ドロフェーズ、死の宣告化しましょう。これ確かこいつの効果で、これ墓地を送ると死のメッセージカードをなんかウィジャバンの効果で置くみたいな効果あるから。で、死の宣告発動、死の宣告の効果、今効果を発動するぜ。え、なんで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 つかないの、嘘でしょ、やばいよなんで、なんでつかないの。魔法トラップゾーンのこのカードを墓地を送って、自分の手札デッキ墓地から死のメッセージカードを1枚選んで、ウィジャマンの効果扱いとして自分の魔法トラップゾーンに出すって書いてあるじゃん。おい、書いてあるじゃん、ふざけんなよ、なんでだよ。今ドローフェーズでウィジャマンの効果で勝とうと思ったのに、おかしい。これエンドフェーズじゃないとできないのか。ちょ、わからん、やばい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 、ちょっとまずい、プレイングがばい助けてくれ。これしかないか、もうこれしかない。効果、いや、これ魔界の契約でスプリッツ持ってくるしかない。これ魔界のキーラーがデスプス戻して、これでロックをもう一回かけるしかねえ。ちょっと頼む、スキルドレインで、スキルドレインで頼む、スキルドレインでなんとかしろ。頼む頼む頼む、耐えてくれ耐えてくれ。ちょっと待って、これなんで、これなんで発動できないの。これ、これエンドフェーズじゃない、ないと発動できないとか、そういうこと。ちょっと完全に死の宣告の効果を見誤ったな。これカイザークロシアムでよかった説これマジいな、これカイザーだったらカイザー殺してもよかった。これ絶対に魔法トラップゾーン、なんで5個しかねえんだよ、なんで5枠しかねえんだよ魔法トラップゾーン、ふざけんなよマジで。ああ、タケトンボーグ、やばいやばいやばい、強いの来た、めっちゃ強いの来た、まずいぞ非常に。タケトンボーグはこれ、あえてでも何ができるんだ。スキルドレインって結構強いだろ。スピードロイドって大体さ、モンスターの効果ってフィールドで発動しますよね。でも3000打点、しかもなんかこの赤メルダイスの効果も発動できない。赤メルダイスは特殊化に成功した場合、なんかレベルをなんか上げたり下げたりすることができるかもしれないけども、それはできない。スキルドレインの効果でな。あ、赤メルダイスとペコマックス、やばい、なんか強引に動こうとしてる。誰や、
あ、ズール来た。ハイスピードロイド、カイトラッパ、ズール来た。で、カールターボ、あ、なんかやばいの、やばいこと起きそう。まずいまずい。あ、で、ナラシンクロ、スノーベルも来る。やばいぞ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ展開されてる。まずい、カイザーコロシアムだった、これ。絶対に、やってもうた。完全にやった。完全にやった。マハゴイータ。はい。マハゴイータいいっす。マハゴイータなんすかこれ。これ8シンクロいきます。あ、まずいですねこれ。これクリスタルウィングシンクロドラゴンとか出せます。まずいですね。カイドレイク、お前誰や、誰やねお前。3000だってある。やばい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 。え、こいつは何、フィードのカードを全て赤いすると効果無効になっている。危ない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 。これ何してる人。相手によって墓地をかれた場合デッキからスピードロイドモンスターに立てるのがやる。ああ、それは別にいいや、別にいい。それはダメージ計算直前、これは効果発動する必要性もない。で、パラディオンの効果、これ何これ。あ、破壊耐性か、あったらそんな効果。よし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 。アストラムは残る、アストラムは残るぜ。さあ、お前は、お前はな、このターンのエンドフェーズで死ぬんだよ。今 DEAT がフィールドに置かれているのが分かるだろう。あ、ドミノバタフライ、なんか強そうだな。ちょっとやばい、ちょっともうほんとやめて。ちょっとなんかもう魔法トラップ破壊するのやめよう。いやでも言うて、ビジャバンのは破壊されないんで、ビジャバンは破壊されなければ死のメッセージカードは全て残る、大丈夫だ。そしてダークサンクチュアリがなくなっても一応モンスターは残るみたいなサイトだった気がする。ダークサンクチュアリが破壊されてもモンスター扱いとして T いるんですけど、それは確か残ったまんまだった気がするわ。効果は受けるようになった気がするけども、はい、いいよ赤丸ダイスは、いいだろういいだろう。ちょっともう本当に勘弁して、ちょもうターンエンドしろってマジで、ちょマジでやめてって、勝たせてよ少しは。クリスタルウィングシンクロドラゴンの効果は無効になっている、大丈夫だ、やつは効果は無効になっている。いけ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 。そしてもうバトルフェイズは終了してる。よーし、エンドフェイズ。え、なんでお前誰だ、お前誰やねん。え、カイトレイク効果、あ、カイトレイク戻る、いいわ。ビジャバンの効果発動、ビジャバンの効果による死のメッセージ H をデッキより置かせてもらうぜ。 DEADH でーす。悔しいでしょうね。